皆さんこんにちは、パンダワンタンです。本日はですね、フレッシュなフルーツを使ってマカロン用のガナッシュを作っていこうと思います。まずはいちごのチョコガナッシュを作っていきます。材料はいちご 50g、 グラニュー糖 15g、 ホワイトチョコ 50g、 ホイップクリーム 20ml となります。いちごはですね、今回生のフレッシュなものを使っているんですけども、冷凍ないちごでも問題ないです。一つポイントがあるとすれば、いちごはできるだけ赤いものを使ってください。赤い方が出来上がるガナッシュもより鮮やかな綺麗なガナッシュになります。はい、では作っていきたいと思います。まず鍋にいちご 50g を入れます。続きましてグラニュー糖 15g を加えます。1個残ってたはい、ではこれを弱火にかけて煮込んでいきます。いちごをね、潰しながら煮込んでいってください。今回はね、マカロン用ガナッシュなので、最終的に絞り袋で絞り出すので、果肉がね残っていると絞り出せない今ね、横で子供が遊んでるんでね、ごめんなさいね、声が入っちゃって。今下の子がね爆笑しとるママとにらめっこして爆笑しとる。はい、こういう風に潰していってください。煮込み時間はね、どうだろう5分ぐらいかな。はい、しばらく煮込んでいきます。はい、このように潰しながら煮込んでいきます。で、ね、焦げちゃう可能性もあるので、絶対こう混ぜるのを忘れずに、混ぜながら潰しながら煮込んでいきます。今横で子供が真似して叩いとるめっちゃ叩いとるはい、5分間煮込みました。こんな感じです。はい、ではこのいちごの煮込んだやつはですね、後でホワイトチョコに加えるんですけども、熱いとホワイトチョコが分離しちゃうんで粗熱を取ります。で、鍋に入れたままだとあんまり冷めないんで、こういう風に皿に移してもらって、しばらく置いておいてください。はい、では続きましてホワイトチョコ 50g を細かく砕いていきます。はい、いつものように包丁は使わず手で砕いておりますはい、こんな感じです。はい、では次に 560°のお湯を用意します。熱湯です。熱湯と水、この温度計測るのめんどくさいんで、大体でいつもやってます。はい、ではホワイトチョコを湯煎で溶かしていきます。これね、560°ぐらいのお湯じゃないと、あんまり温度が高いとホワイトチョコが分離しちゃうんですよね。で、温度が低すぎると逆にチョコが溶けないんで、大体50°、60°ぐらいでやってます。はい、大体溶けてきました。こんな感じです。はい、ここにホイップクリーム 20ml を加えていきます。で、これ冷たいと混ざりが悪いので、電子レンジで温めてきます。 500W 10秒間です。ラップをして温めてきます。はい、温めてきました。ではこれを加えていきます。今回はね、 20ml とそんなに多い量じゃないので、もう一気に加えちゃいます。はい、で湯煎しながら混ぜていきます。しっかり混ぜてください。底の方もちゃんと混ぜてください。はい、こんな感じです。はい、ではここに先ほどのいちごを加えていきます。はい、ではこれも湯煎したまま混ぜていきます。いい感じの色になってきた。なんかいちごって中白いやつとかもあるんで、中がね赤いやつもあるんですけど、まあ贅沢になっちゃうけど、中白かったらできるだけ表面側だけ使うとかちょっと贅沢だけどね。まあでも 50g なんで、まあ、残ったいちごは多分普通に食べるんで、中の白い部分美味しいしね、まあ、できるだけ赤い部分を使うようにしてください。そしたらこういう風に綺麗なピンク色のガナッシュになります。はい、こんな感じです。はい、続きまして
まあ、このままだと絞り出すとあんまり綺麗な絞り跡が残らないんで、氷水で瞬時に冷やします。これも底の方だけ冷えて固まっちゃうんで、底の方だけ冷えて固まっちゃう、言えてた底の方だけ冷えて固まっちゃうんで、こういう風に混ぜてください。はい、ガナッシュの硬さはこれぐらいですかね。はい、これぐらいになればもう十分です。はい、では絞り袋にガナッシュを入れていきます。はい、絞り袋に入れました。動画をよく見てくださっている方は知っていると思うんですけども、この口金は100均で買っております。絞り袋も100均です。で、今回の口金は星型にしております。口金3つと絞り袋6枚で100円、セリアで売っております。セリアの CM になってるはい、では次絞り出していきます。はい、ではマカロンに絞り出していきたいと思います。お、めっちゃいい感じ。ちょっと一瞬空気が入ってて焦ったけど、プシュって。はい、3つほど絞り出してみました。まだね、結構クリーム余っているんで、多分8から10個ぐらいは絞り出せるかなと思います。で、結構時間経ってるんですけど、絞り跡も綺麗に残っていて、いい感じの配合だと思います。はい、では続きまして、違う味のガナッシュも作っていきたいと思います。はい、続きまして、ブルーベリーとキウイとレモン、3種類のチョコガナッシュを作っていきたいと思います。で、もう作り方はほとんど先ほどのいちごと同じなので、もうまとめてざっと紹介します。まずグラニュー糖とホワイトチョコと生クリームの分量はもう先ほどのいちごと同じです。これはブルーベリーもキウイもレモン もう全部この分量でいきます。で、ブルーベリーの場合は 50g、 先ほどのいちご 50g 同じ量で大丈夫です。で、キウイも同じように 50g で大丈夫です。で、レモンだけですね、ちょっと量を減らしています。 35g、まあ、レモン1個から取った量なので、まあ、これが 35g ちょうどじゃなくてもいいかなと思います。まあ、レモンはね、 30g で十分もうガナッシュで酸っぱい味になるんで、酸っぱい味ってなんか美味しくなさそうやななんか甘酸っぱいホワイトチョコとレモンが混ざった美味しい味になるんで、もう 50g も入れなくてもいいかなと思います。はい、でも作り方は同じなのでほぼ割愛していきます。はい、中間報告です。各フルーツとグラニュー糖 15g を5分間煮込みました。ブルーベリーだけちょっと皮が結構残る感じだったので、ちょっとトントン非常にやったという状態ですね。まあ、皆さんもできるだけ潰すようにしてください。ガナッシュで絞り出すときにやっぱり残っちゃうんで。はい、3種類のチョコガナッシュを作ってきました。ブルーベリーがすごい色ですね。ではこれをですね、絞り袋に入れてマカロンに絞り出していこうと思います。はい、絞り袋に入れました。ではマカロンに絞り出していきたいと思います。まずはブルーベリー、すごい紫。次はキウイ、キウイは種がいいですね。お、空気がまた危な、絞り袋に入れるとき空気入っちゃうな、下手だな動画出しといてちゃんとやれよっていう話です。はい、最後にレモンです。お、いい感じ。はい、それぞれ3つずつ絞り出しました。まあ、これもね、時間経っても絞り跡綺麗に残っているって感じです。まあ、あと結構ガナッシュもそれぞれ残っているんで、まあ8から10個ぐらいは絞れるかなって感じです。